皆さん、また、世襲、無能男の安倍に関する恥ずかしい事件が起きました。適当なことを言ってどうしようもなくなり、責任を負えなくなって、ほっぽり投げて部下に後始末をさせる。例えば、陳蔵はしでかした極右、幼稚園の土地、不法な払い下げ、桜見会の選挙法違反の大事件、てめえの選挙民を税金使って東京旅行をプレゼント。今度はまた豚うんこのような話です。漢字が読めない悲しい男ですから無理なんですがインタビューを受けたんです。安倍、目立つことをやろうとそんなことばかり思っていますが、原爆というとおどろおどろしているが、核シェアリングというとかっこいい。そんなこととか今流行りの台湾有事、行ってネトウヨの喝采を浴びたい。そんなところにダイヤモンド社から取材依頼、インタビューを受けたんだけど、自分の話の内容がデタラメ。それで安倍はよく知る朝日新聞の峰村賢治に内容をチェックしてほしいと依頼した。今度は朝日の峰村がダイヤモンドの副編集長に電話をした。朝日の峰村さん、あなたはダイヤモンドに何を言ったんですか？朝日の峰村です。僕は安倍元首相から大信頼をされている有能なジャーナリストです。安倍さんの依頼ですからすぐにダイヤモンドに電話しました。こう言いました。安倍さんが内容を心配されており、文章チェックをすべてやることになった。峰村が安倍さんの顧問だからすべて検閲する、いいな、と言いました。朝日の記者の峰村さんがダイヤモンドの副編集長に検閲するって言ったんですか？ダイヤモンド社は編集権の侵害と言ってますよ。